ウェルカムトゥ京都、ウェルカムトゥ夢屋八幡 TV。 本日も歴史について語ってまいります。本日はですね、泉涌寺の東山ですね、近くにあります今熊野観音寺というところのもみじ祭りですね、紅葉が綺麗でした、散策に行ってまいりましたんで、一度取り上げたことがあるんですが、再度今熊野観音寺というのはどういう時代背景なのかということとですね、ちょっとまたいろいろ問題あるんかもしれませんが、八田ガラスとの関係をちょっと述べていきたいと思います。今熊野観音寺はですね、新那智山観音寺というのが本当の名前のようですね。それで真言宗の泉涌寺派です。御寺ですね、天皇家の菩提を祀る寺でしてですね、御陵が多いです。孔明寺の御陵とか御堀川天皇の御陵とかね、いろいろあります。こちらは高貴な方がですねの最初の地だったようです。で、今はですね泉涌寺の塔頭ということになっておりましてですね、で、創設されたのはですね806年から810年ですね、大同年間と言われておりましてですね、弘法大師空海がですね階段であると言われております。唐に遣唐使で帰ってきた、2年ぐらいで帰ってきますわね。その翌年に大同にね807年のようです。そこにですね東山に、これはもう伝説ですよ、光が出ているのを見てですね、熊野権現が現れて十一面観音を手渡してて、されてですね、で、小さなお堂を構えて観音を菩薩、観音菩薩ですねをお祭りしたのが始まりであって、主従を救済した、主役員みたいなのありますわね。僕はねこれ何度も申しておりますが、真言密教は唐に行って経教の力、色合いを濃く受けております。日本の仏教というのはキリスト教です。大体仏教裏に隠れてるのはね、ということでここに開いてるのが最初であったと。で嵯峨天皇ですね、空海に当時を与えたのも嵯峨天皇です。まあいろいろ裏あるようですけどね、空海は佐伯魔王という名前で佐伯家の出なんですけれども、当時の三重堂ですね、今回の国宝になっておりますが、あの辺りがどうも佐伯氏のもともと土地だったようですね。まあ二十歳が地質工事をしてですね、土地を全部与えて、要するに東のエルサレムを作った、平安京というのはエルシャロームですからね、ということです。それとこの嵯峨天皇の支援で、いろいろとお堂を建てたと。で天正年間824年から833年ですね、藤原の諸継とですね春津親子のようですね。これ藤原の執家です。まだ法家が出てきて、大きな力を持っておりませんね。ここのこちらから阿波からこう渡って不比等ですね、不比等の魔界ですかね、この湿気です。四気ある中の北気、南気、湿気、狂気ですね、その中の湿気の方が最高に855年に法輪寺として完成を見たようです。法輪寺、嵐山の法輪寺がありますけれども、こっちが最初法輪寺だったようですね。ここの阿波にも法輪寺があります。もともとはこっちだったと思いますけどね。それとですね平安後期になってですね、紀州の熊野ですね、熊野三山信仰が高まります。
蟻の熊の詣というのがありますね。中明治、とかいろいろありますわね。私のルーツはここの熊野古道にありますんで、親がここの出てすんですね。よく知っておりますが、大変なにぎわいでですね、熊野三段ですね、熊野本宮大社、熊野早玉大社、熊野那智大社ですね、この3つを詣でるのが、非常な、まあ、流行というか流行りになったと。これ流行らしたのはもう先ほどの唐津さんです、ということですね。それでですね、ここの今熊野観音寺あたりがですね、修験道の、この平安京ですね、中心であったようです。それで、白川天皇ですね、によって東山観音寺と名付けられたようです。この法輪寺からね、ですね。で、後白河上皇です。この大変な熊野信仰の深い風で、三十三間堂のあたりですね、三十三間堂も後白河院の寺ということですし、その前に法住寺というのを建ててですね、ここが陰性、ここで陰性を引いてたということですね。で、今熊野神社というのも建てておりますけれども、1160年、永暦元年ですね、新那智山観音寺とこれを改めたようです。後白河上皇ですねが、そのようにしたということですね。で、今熊のこう山から降りてきてですね、今東山通りですかね、のところに今熊の神社というのがありますけれども、それは完全な法住寺ですね、院政を引いたところの鎮守者としております。それと合わせて今熊野観音寺、名を変えたということですね。で、ちょっと付け加えておきますが、熊野というのは神武天皇が ここに奈良にですね、長曽根彦と鬼杯人の戦いをしてですね、こちらから熊野から回ったんだと言いますが、私何度も言ったことありますけど、そんなもう兵を率いて行けるような山、もう大変な山です。で、熊野古道もですね、私の叔父がですね、井の峰温泉ですかね、の近くにおりますし、もう一人義理のおじになるんですけど、そこはもう旅館、民宿もしてました。今は閉じてるようですけどね。東旅館というのが皇室泊まるところですが、そこのバンドしてたようですけれども、そんなん、兵を引きで行くようなところちゃいます。神武統制というのは、どこで行われたのかというのは、前にも動画で挙げたと思いますが、阿波の出来事であるということです。ここに宮羽田市とか諸延市とか、諸延市はこの亀山の下の室戸の辺ですね、工事の辺に陣取ったようですけれども、そこで行われたことなんであるということを頭に入れてですね、これ、文武天皇の頃ですね、沖縄に移してます、全部地名をですね。昨日申しましたように、公認天皇ですね、もう時代遡るもだいぶ降りてきますけれども、その頃に諏訪大社もこちらから持って行ってます。竹港民から諏訪大社になったんだということですね。元社というのは阿波であるということです。それとですね、那智と言うておりますが、これ那智と関わりがあるようです。
ここの今の熊野ですね、ヒットラー、アドルフ・ヒットラーのですね、知恵袋と言われておりますカール・ハウスホッファーですね、それがこのカンバラ組織のヤタガラスのですね、はぐれガラスです。どうしようもないです。知識はありますんでね、それでいろいろと教えたということです。カール・ハウスホッファーの弟子というのがルドルフ・ヘスルのようです。それでナチスの鍵十字というのは、お地蔵さんのこれ反対側ちゃいますかね、マークがですね、十字のマークで、これは関係あるんだ、あるんだということです。緑竜会といったの中に入ってたようです。これはまあ表に出てきません。ここが青ですから、緑と青と一緒ですね。東が青です、これは青ですね、東山ですから。ほんで南、スダクが赤です。ほんで西が白虎で白です。で北が玄武で黒です、亀ですね。ほんで真ん中、皇居のところが皇帝ということですね、黄色です。黄色が一番真ん中であるということです。天皇陛下も今の白銀の瞑想じゃないですけれども、専務瞑想のトップです。こういう建築の技術ですね、石組みの技術、あの宗もこれ、吉野川から出ておりまして、そこから滋賀県の坂本の方に行ってますんでですね、ああいう技術はできません。今のここもマンションですけど、こんな技術と話にならないです。今建てたら大変な、価格になりますしですね、修理するのも大変のようです。当時の方とかも話すことありますけれども、大変です。国宝とかに、ほとんど国宝やら重要文化財になってますんでね、こっからはそうやとかって言うてましたんですね。手を入れるのも大変のようです。というとこで本日はもみじ狩りですね、散策で今熊の観音寺というところに行ってですね、その歴史とですね、ちょっと付け加えをしたということです。本日はここまでにさせていただきます。明日も明日あさってで紅葉もう大体終了と思いますんで、どこか行って散策してまた歴史解説をしてみたいと思っております。本日はここまでにさせていただきます。どうもありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。またフィードバックもできましたらよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。